皆さんこんにちは、ひげおです。連れてたということで、今回はこちらガンダムストームブリンガーフェイタルラッシュを組んでいきたいと思います。まあ最近ちょっとプレイ版続きで、正直一般販売で欲しいのがなかなか見当たらず、手に入らずということで、ちょっとプレイ版続きになってるんですけれども、まあ早速こちらの制作の様子、今回は回収の箇所の説明と実際に回収したところまで一応動画に収めてるんで、そちらの様子をご覧ください。どうぞ。はい、ということで早速ガンダムストームブリンガーフェイタルラッシュを開封していきたいと思います。はい、ということで開封。実はもう取説簡単に見れるように実は開封してました。一応ガンダムストームブリンガーフェイタルラッシュとジムタービュレンスの、まあ、ポンポチキットになるんですけど、今回はガンダムストームブリンガーフェイタルラッシュの方を選択して組んでいきたいと思います。一応ランナーを分けてると、だいたいジムスナイパー2のランナーとジムドミナンスのランナーと、あとはガンダム 2.0 ですね、バージョン 2.0 のガンダムと、あとはあれですね、ストームブリンガーのランナーと、ストームブリンガーフェイタルラッシュのランナーが入ってるっていう感じでパーツ構成されてます。まああとはさすがプレバンといいますか、水転写式デカールとコイルシールですね、こちらもしっかりついてます。まずパーツをケロロニッパーで、こちらブログで紹介してますので、ブログでも概要欄からチェックお願いします。であとは2度切りでブレード1ニッパー使って、まずはゲートカットしていきます。でゲート、あとは400万でまずゲート処理していきます。まあ一応どんどん組み立てていってるんですけど、この胸ダクトの部分こうやってくっつけるんですけど、こうやってすぐに組み立ててしまうと今度これ取り外しにくくなるんで、取り外しやすくするためにピンバイスでちょっと接続穴のところ穴開けて裏側から取り出せるようにちょっと工作していきます。一応こんな感じで、ここはちょっと開けなくてよかったんですけど、設計が塞がるんでいいとして、こっちですね、取り外しやすくしました。はい、ということで一旦ストームブリンガーフェイタルラッシュの胴体完成しました。まあ、この調子で、まあ、何か仮組の地点で何か工作することがあれば、まあ、その都度説明していきたいと思いますが、この調子で組み立て進めていきたいと思います。ということで一応両腕までハンドパーツはちょっと付属のものだとあまりにもでかすぎたんで、一回り小さくできないかなと思って、今ちょっとパーツどうしようか考えてるところです。まあ一旦一通り作ってからハンドパーツは考えたいなと思います。はい、ということで一応ストームブリンガーフェイタルラッシュ素組みまでやってみました。まあ、ただですね、こっから回収していくわけなんですけど、合わせ目が目立ってるところちょくちょくあるんで、まあ、特に武器類とか足のすねのサイドにあるアーマーとか、その部分の合わせ目消しから
やっていこうと思います。で、今回アーセメ消しに使うのはミスターセメント SP ですね。スーパーパワー、これ使ってアーセメ消しやっていきます。はい、ということでアーセメ消しやってきてるんですけども、まあ、こちらがアーセメ消して、また削る前ですね、削る前の状態で、こちらが消した後です。まあ、一部ディテールをちょっと潰してアーセメ消ししてるんですけども、まあ、この後はさらにディテール追加していくんで、一旦消して大丈夫という感じで進めてます。はい、ということで一応ストームブリンガーフェイタルラッシュの胸の部分とか頭の部分とか一応筋彫りやりつつ、ちょっとディテール変更したりとかしています。まあ、この調子で引き続き表面処理やっていきたいなと思います。はい、あとは肩の部分なんですけれども、まあ、丸いディテールはピンバイスで穴開けてます。ピンバイスは1ミリですね。1ミリのピンバイスで穴開けてます。はい、まあ、こんな感じでとりあえず肩アーマーの部分まで表面処理できるところまでやってみました。まあ、こんな感じでしばらく表面処理が続くと思うので、まあ、何か回収箇所があればその説明をやっていこうと思います。はい、ということでハンドパーツなんですけども、ハンドパーツはちょっと別の作品に使おうと思ってたハンドパーツをそのまま持ってくることにしました。というのも在庫がなかったんですよね。なんで買うにも買えないっていう感じで、ちょっとまだこれ表面処理途中なんですけれども、まあ、8のメカハンド11ミリを使って、まあ、作品に仕上げていきたいなと思います。腕パーツの部分、パーティングラインがちょっと微妙な箇所にあったりするんで、まあ、こういったところも綺麗に処理してます。表面処理してて思ったんですけど、結構このストームブリンガー塗るの大変そうな気がします。なんか意外と塗り分けしようと思ってもパーツ分割されてなかったりしてるんで、そのあたりをどうしないといけないかよく考えてやっていこうと思います。で、合わせ目消しの時にディテールなくしたところなんですけども、まあ、こちらがなくしてまだ何もしてないところで、こんな感じで筋彫りやりながらディテールを復活させてみました。まあ、こんな感じで、まあ、ちょっとフリーハンドなんで多少ずれてるところはあるんですけど、まあ、慣れということでこの調子でやっていきます。くるぶしの走行のところなんですけど、左右非対称のディテールになってしまってたんで、まあ、左右対称になるように筋彫り追加しました。一応以上で回収箇所は全てになるかなというところで、まあ、次回からは
塗装ですね、下地塗装から、まあ、全塗装の工程までお見せできればなと思いますので、まあ、続きが気になる方はぜひチャンネル登録してお待ちいただければなと思います。ということでいかがだったでしょうか。一応今こんな感じで表面処理を終えたところまで持っていってます。でこの後次回は塗装の段階に入っていくんで、塗装のレシピとか塗装の詳細をお伝えできればなと思ってますので、今後もよろしくお願いします。ということで本日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。